こんにちは、サードロです。今回は、次回の第5弾アップデートはいつ頃実装されそうですかっていう質問いただくことが多かったので、サンブレイクの公式のツイッターの規則性であったり、今までの第4弾アップデートまでのスペシャルプログラム発表からの規則性ですね。あとは、残りのイベントクエストが何個あるのかっていうこの3つの情報から、次回のアップデートの日程をある程度の期間に絞ることができましたので、そちらについてのご紹介をさせていただこうかなと思います。<タッ> 早速1つ目の公式ツイッターの規則性なんですが、まあ、ここにも書いてある通り2月の15日の水曜日のツイート以来毎週水曜日に欠かさず第5弾アップデートの情報を公式さんがツイートしていますでこれがどういうことかというとこちらですね2月の15日にこういったツイートがされましたディレクターの鈴木さんですってことで、まあ、開発チームはタイトルアップデート第5弾の準備を進めています来週以降少しずつ情報をお届けしていきます ので引き続きお付き合いくださいというツイートを2月の15日水曜日にツイートしていますでこの1週間後の2月22日のツイートを見てみるんですが 2月22日の水曜日は新たなマカレンキ金の実装の発表が入っていますさらにこの1週間後の3月1日の水曜日見ていくんですがこちらですね、えー、細かな調整のお知らせですっていうことで、まあ、回答級クエストの素材検索機能を実装しますよっていうのがこれも3月1日の水曜日にツイートされていますでさらにこの1週間後の3月8日の水曜日を次見ていくんですけどこちらですね3月8日は 複数の武器集に対してアクション周りの調整を加えますっていうこれも3月8日水曜日に発表されていますでさらにこの1週間後の3月15日見てみるんですが こちらですね、まあ、これかなり激アツな告知だったと思うんですが、装飾品の生産時にカテゴリー検索フィルタ機能を追加しますっていうことで、まあ、例のあれですね、あの画像に攻撃手とかが映り込んでいたツイートが3月15日の水曜日にツイートされています。で、さらにこの次の水曜日、3月22日を見ていくんですが、こちらですね、えー、タイトルアップデート第5弾より新たなマカ赤錬金を実装しますっていうことで、これが22日の水曜日に。 発表されていますでさらにこの7日後の水曜日3月29日を見ていくんですけど、まあ、ディレクターの鈴木さんですっていうことで、まあ、キャラクターのボイス収録をやってますよっていうのが。 3月の29日に発表されていますでさらにその1週間後の4月5日の水曜日なんですがそこではこちらの、えー、鑑賞集などの発表が新たに入っていますって感じで、まあ、現状今撮影しているのが4月の11日なので発表されている内容はここまでなんですがここまで見ていただければわかると思うんですが先ほどお話しした2月15日水曜日のツイート以来毎週水曜日欠かさずに 第5弾アップデートの新情報をツイートしているっていうのが一つ規則性として分かったんですよねで,でただ正直この規則性っていうのは気づいている方も多かったと思いますし僕も3月時点で毎週水曜日に来るなっていうのを把握していたのとだいたい時間が夜の19時から20時あたりにツイートされるんですよなので結構僕のチャンネル見てくださってる方で もうツイートされて10分後20分後には動画になって投稿されてるみたいなこと結構あったかなと思うんですがそれはこの規則性を理解した上でまあ19時から20時にすぐ動画を撮れる状態にしてたのであんな感じでツイートされてから10分20分ぐらいの時間で動画を作れていたっていう感じですねなのでまあここの毎週水曜日に来るさらにまあ時間で指定するなら19時から20時近くにツイートすることが多いっていうのは傾向としてわかるんじゃないかなと 思います以上のことから何を言いたいかというと現状撮影しているのが4月の11日になりますので明日4月12日に新情報の公開が来る可能性が高いですしさらに19日までにアップデートが来ないのであれば4月の19日にも新情報が公開される可能性は高いっていうのがここからわかるかなと思います。 っていうのが1つ目の、えー、公式ツイッターの規則性ですねで続きまして2つ目の規則性に入るんですがスペシャルプログラムが発表されてからスペシャルプログラムが放送されるまでの規則性についてお話をしていきますでこれも先ほどのツイッターと同じぐらい決まった規則性がありましてまず第一弾アップデートなんですが第一弾アップデートは8月の4日にスペシャルプログラムをやりますよっていう告知をしまして8月の9日にスペシャルプログラムが放送されています で第2弾アップデートだけちょっと例外で東京ゲームショウで詳細の発表があったんですよなのでちょっと日程がイレギュラーなんですが8月の25日に発表されて9月の15日に東京ゲームショウでスペシャルプログラムと同じものが放送されています。で第3弾アップデートは11月10月日に スペシャルプログラムをやりますよって告知が発表されて11月16日にスペシャルプログラムを行っていますで最後に第4弾アップデート、まあ、最新のアップデートですねは1月の26日にスペシャルプログラムをやりますよっていう発表されて2月の2日にスペシャルプログラムが公開されていますこのことからまず曜日に注目してみたんですが第1弾第2弾第3弾第4弾全てですねえ右側に書いているんですが木曜日にスペシャルプログラムをやりますよっていう告知が毎回入ってます 入っていますこれは例外なく第1弾アップデートから第4弾アップデートまですべて木曜日に発表されてますねまずこちらですね8月の4日に発表されて8月の9日に第1弾アップデートが来てますで第2弾アップデートは東京ゲームショウなのでちょっと特殊なんですが第3弾アップデートも11月の10日に発表されて 11月16月日に放送ですねで次にこちらなんですが1月の26日に第4弾アップデートのスペシャルプログラムやります予定告知から2月の2日にスペシャルプログラムが公開されていますっていう感じで、まあ、先ほどお見せした画像の通り木曜日に発表されているっていうのが全てに統一されている規則性としてあるんですよでここからもう一つ分かることがありまして 第2弾アップデートはちょっと東京ゲームショーで特殊なんですけど、第1弾アップデート、第3弾アップデート、第4弾アップデートを見るに、スペシャルプログラムを放送しますよっていう告知をされてから、5日から6日程度でスペシャルプログラムが放送されるっていうことも、ここからわかるかなと思います。なので、以上の情報をもとに、まず1つ目の情報と2つ目の情報からわかることをまとめると、 1>, え1つ目の情報でまず水曜日に新情報第5弾アップデートの新情報が毎週ツイートされているってことは分かるんですがスペシャルプログラムをやりますよって告知が含まれるのかっていうとそういうわけではなくてスペシャルプログラム自体の発表は毎週木曜日に。 例外なく来ているので、まあ次の水曜日、もしくはその次の水曜日にスペシャルプログラムの日程公開をするっていうことは可能性として低いよっていうのと、もしスペシャルプログラムの内容を発表されるのであれば、木曜日が暑いので、 13日もしくは20日もしくは27日のこの3つですね13、20、27のどこかの木曜日でスペシャルプログラムやりますよって告知をされた後にその5日後もしくは6日後にスペシャルプログラムが公開されるよっていうのが傾向としてわかるんじゃないかなと。 思いますっていうのが2つ目の規則性からわかることですね正直4月中にアップデート実装できないのでまず27日の線は消えると思っていて13日か20日なのかっていう話を次していきたいんですけどこれのイベントクエストが何個あるのかっていう話ですねで現状わかっているのが公式さんからツイートされた劣化襲来のエスピナサシュあとは前回のスペシャルプログラムに一瞬映っていたこちらの重ね着ですね右側にあると思うんですけどこの重ね着を取れるイベクエの2つ っててていいうのが発表はさされれるけど実装されていないイベントトクエストにななりますなので最低でも2つイベントクエストがまだ残っていますし、まあ、最近の傾向から1週間で2個イベントクエストを出すことがほとんどなので、まあ、約3つ程度はイベントクエストがまだ実装されていないのが残っているんじゃないかなっていうのもここで予想ができますでこれが何でアップデートの予想につながるかっていうと前回実装していないイベントクエストが残っている場合はそれまでアップデートが来ないっていうのが前回分かったんですよね そのことも踏まえると残り最低でも木曜日を2回またがないとイベントクエストが来ないっていうことが分かっているので13日でイベントクエストがまた1個か2個来てで20日に残りの最後のイベントクエストが来てイベントクエストがすべて、ま、公開されているものは消化しきるっていう風になりますなのでまずアップデートが20日より前に来るってことはほぼないと思うんですよね以上の1番目2番目3番目の情報を元にすると13日にスペシャルプログラムをまずやりますよっていう 告知のスイートで、その5日後もしくは6日後の18日もしくは19日にスペシャルプログラムの放送ですね。が現実的で20日まではイベントクエストの消化に使うのでその後の21日から26日までですね。この5日間のどこかで来る可能性がかなり高いんじゃないかなと思っています。っていうのも27日になってしまうとあの発表されてるイベントクエストが全部なくなりきってるんですよね。なので。 27を超えることはないっていうのを考慮すると現実的なのは21から26の間の5日間がアップデート実装日として一番怪しいんじゃないかなっていうのが予想ですね。これはあくまで過去の傾向から見た え、予想になりますので、予定をもし開けようと思っている場合は自己責任でお願いします。僕はこの13日にスペシャルプログラムの告知が来て、まあ、18から19にスペシャルプログラムの放送で、21から26の間でアップデート実装の予定で動いていこうかなとは思っています。ご視聴ありがとうございました。他にも皆様の日程の予想などあればコメント欄で書いていただけると嬉しいです。これからもサンブレイクの最新情報や攻略情報を投稿していきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントください。 すると嬉しいです。バイバイ。